暑い夏がやってきた。8月のブンブンチャンネルは令和2年10月から令和3年7月までに放送された番組のミニコーナー、今月の国ベジの総集編。国分寺市の農畜産物国ベジ、番組前半はどんなものをご紹介してきたか振り返ります。さらに番組後半では国ベジとあの大手企業がコラボ。それだ、一体どこの企業？答えは後ほど。最後までご覧ください。今月の国ベジ、令和2年度10月に第1回目がスタート。とある直売所に行ったんだ。今回は国分寺駅北口にある北口直売所にお邪魔するよ。にぎわってるにぎわってる。わあ、綺麗なお野菜がいっぱい並んでるね。おいしそう。すみません、今月のおすすめのお野菜って何ですか？はい、やっぱり秋といえばナスですね。10月の国ベジはナス。綺麗な紫がピッカーン。シャキプニな食感がたまらないよね。とってもジューシーで美味しい国ベジがゲットできるのはここ北口直売所だけじゃないよ。詳しくは国ベジ直売所で検索。お買い物へレッツゴー。12月は冬のお花シクラメンが登場。12月の主役は冬に咲くお花シクラメン。そんなシクラメンを国分寺市で栽培しているのがここ。田中さん、お邪魔します。はい、どうぞ。シクラメンを愛してやまない花農家の田中久義さん、実は30種類近くのシクラメンを育ててるんだって。おー、冬を彩るシクラメン、和名はなんと豚のまんじゅうだって。お花からは想像もつかない。球根が名前の由来らしいよ。確かにおまんじゅうっぽい。品種の名前も個性的。フリルがとっても可愛いビクトリアにアゲハホワイト、燃えるような赤い大輪が特徴のバーバーク、ちなみに田中さんのお気に入りらしいよ。すごく花びらの大きい種類があったんですよ。この花が一番好きですね。そんなシクラメンがゲットできるのは田中さんの東海園芸と国分寺ファーマーズマーケット。葉っぱの数だけお花が咲くらしいから葉っぱに注目してね。続いて1月は寒い時期になると甘みが増すと言われている冬野菜の代表を紹介したよ。冬野菜の代表といえば大根だよね。そんな大根を求めて清水農園にやってきたよ。新鮮な野菜でいっぱいだ。うわ、大根どれだ、わかるかな。正解はこれ、全部大根。実は大根は100種類以上の品種があるんだって。知ってた？清水農園5代目の雄一郎さん、大根を育て続けて24年、今は8種類の大根を育ててるんだって。この青いのはビタミン大根。水分が少なく辛さが抑えられているから大根おろしや天ぷら、いろんな料理に使える、まさに万能大根。一見カブのように見えるけど、これも大根。中を見てみると赤い。色が綺麗だからお漬物やサラダにぴったり。お酢につけるとさらに色鮮やかになるので甘酢漬けもおすすめだよ。清水農園さんでいろんな大根が買えるのでぜひ行ってみてね。2月は国ベジを使った料理が味わえるお店を紹介したね。どんな料理だったかな？国
分寺駅南口から歩いて2分創業47年の日本料理の店天松さん。ここでは国ベジを使った料理が味わえるんだよ。まずはこの野菜、里芋。一体どんな料理ができるの？丁寧に皮を剥き、ツルツルのお肌になった里芋。最後はみりんと醤油で味付け。もうわかったよね。そう、煮っころがし。里芋のホクホク感と甘みがたまんないよね。お次は大根といえば、そうおなじみ風呂吹き大根。だしで煮込んだ大きな輪切りの大根に柚子の入った味噌だれをかけ、まさに俺が主役だぞと言わんばかりの存在感を放ってるね。そんな国ベジを巧みに調理をするのが店主の松本さん。新鮮な国ベジみんな食べてだそうです。愛情こもった国ベジ料理、ぜひ食べてね。3月は立ち姿に特徴のある植木が登場したんだよ。覚えてるかな？今回紹介するのはもみじと言っても、普通のもみじとは一味違うよ。北町にある司メープルさんにやってきたよ。ここではおよそ300品種のもみじを育ててるんだって。植木農家の主田中さん、実はすごい人なんだよ。このまっすぐにそびえ立つもみじ、その名もつかさシルエット。43年間田中さんがもみじを育て、自然交配によって生まれたのがこの品種。何が違うって、このつかさシルエット、幹がまっすぐ。確かに多くのもみじは枝が曲がってるもんね。屋号の名前を取って命名されたこの品種は、2012年に国分寺ブランド第1号に認定されたんだよ。そして令和3年度4月、新年度はハッピーなお知らせでした。今月はトピックス。JA 青年組織の活性化を図るため、2月に開催された全国大会で JA 東京武蔵国分寺地区青少年部が国ベジを使った活動内容をプレゼンして優勝したんだって。この団体は活動の一つとして国ベジを扱ってるんだよ。おめでとうございます。ありがとうございます。国分寺市にその、まあ、野菜の生産農家はいると、野菜は販売していると、じゃあ他にどういったものがあるのかって言った時に、花だったり今言ったあの植木だったり果樹だったりっていうものを皆さんに、あの国分寺でもこれだけ作ってますよって知っていただくってことが大事なことではないのかなと。全国に国ベジを広めることが国分寺地区青少年部の目標なんだって。今後彼らの活動に注目だね。国ベジ頑張るぞ。そして7月、ビタミン豊富な果物を紹介したよ。今月の主役は何でしょうか？ヒント1、お花が咲いて実がなるんだよ。ヒント2、木から収穫するの。ヒント3、ジャムやヨーグルト、マフィンなどスイーツによく使われるんだよ。正解は原園芸のブルーベリー、いかがですか？そう、ブルーベリー。原家10代目原園芸の原正則さん。夏はブルーベリー、冬はポインセチアなどを栽培してるんだって。1月2月に今年はうまくこう綺麗な形でいっぱい実がなるように枝を切っていくんですけど、やはりその感謝されたりとか、美味しかったですとか、その子ども会とかの来た時にまた来ましたとか言われるのも楽しみの一つなので、その頑張りのもとじゃないですけど、にしてやるようにしております。原園芸では大粒のタイタンやピンクレモネードなど
いろんな種類があるんだよ。実は国分寺市産のブルーベリーはこんなところでも味わえるんだって。史跡の駅おたカフェで販売しているブルーベリーラッシー、1杯550円だよ。甘いブルーベリーと酸味の効いたヨーグルトは相性抜群。綺麗なパステルカラーだね。他にも国ベジを使ったメニューが味わえるので行ってみてね。続いては国ベジニュースです。7月24日国分寺市北町にある清水農園、この日は親子で参加できる夏野菜収穫とその袋詰め、そしてスイカ割り体験イベントが行われました。実はこれ国ベジとギャップジャパンのコラボイベント。令和2年8月、地場産の畜産物の地産地消推進に取り組む国ベジプロジェクト推進連絡会はギャップジャパン株式会社が進める地域貢献プロジェクトローカルヒーロー&ギャップに参加し、今年4月からコラボイベントを開催しています。だからここ持つと綺麗になっちゃう。だからここ持ってここでパチンって切るんだよ、ね、で4列あるからどこでもいいから行って大きいの取ろうか。何にしようかな。あ、ここにも大きいのあるね。この日は第3回目のコラボイベント。子どもたちはナスとピーマン、人参の夏野菜収穫を体験していました。取れた。収穫のコツを覚えたようです。収穫した野菜は袋詰めをして、人参縛ってないのありますか。野菜の名前が書かれたシールと国ベジシールを貼ります。あ、真ん中か。すごい、 いいですね。はい、お店屋さんだ。はい、よくできました。野菜収穫の後はお待ちかねのスイカ割り体験。よーい、スタート。果たして綺麗に割れるのでしょうか。ついに、おーさー、やったー。はい、いいよ、ちょっと待って待って待って、終わるだ、いいよいいよ、終わるだよ、おめでとう。最後はみんなで国ベジの試食会です。これは美味しそう。もちろん割ったスイカもいただきます。こういう取り組みがどん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 広がって、今までちょっと我々地場野菜のチームがリーチできなかったような、そういう割と若い世代の方々に地元の野菜国ベジをご紹介できるというのは非常にありがたい企画だと思っています。ちょっとコロナ禍の中なのでできることが限られてるんですけど、コロナがちょっと収束した後には大きいイベントなんかでもっとマルシェみたいなところでコラボしたりっていうことができればと思ってます。さらに国分寺駅北口駅前のイベント広場と南口でも国ベジが手に入ります。新鮮な野菜ぜひお買い求めください。国分寺ぶんぶんチャンネルではこれからも国分寺市のおいしい野菜や果物、花などをご紹介していきます。お見逃しなく。国分寺ぶんぶんチャンネル、次回の国ベジコーナーもお楽しみに。